今日の御言葉、ピリピ人への手紙3章12節から16節。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。私たちは天に昇って神様から賞をいただくために今努力して走っています。どうか後ろに引っ張る力に負けないでください。私たちは今日も後ろを振り返らずに前だけ見つめてイエス様のために走っていきます。 All for Jesus!